はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病、闘病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆さん、どうぞよろしくお願いします。はい、まあそのリビングでね、僕さっき仕事の勉強をしてたんですよ。まあ、あの部屋カラーのね勉強なんですけどね、まあ、僕ら美容師が練習で使うお人形さんにね、実際にカラーを塗ってね、ちゃんとあのゴム手袋もしてやったんですよ。でそのまあそれが一段落しましてですね、まあ、ちょっとリビングでちょっとゆっくりしながらぼーっとしながらテレビ見たんですよ。そしたらね、めちゃくちゃ嬉しいニュースがね、僕の目に飛び込んできたんです。もう嬉しかったですよ、ほんまに。それがね、キムリアっていう名前の新しい白血病の治療薬が発表されたんですよ。いや、素晴らしい。ほんまに素晴らしい。これはね、ほんま嬉しいでしょ。ねえ。病気のその治療薬が新しく発見された、開発されたんですって。素晴らしいことですよね。ねえ、なんかね、海外の製薬会社が開発したらしいんですけども、なんとそれをこの度日本も使うということが、その厚生労働省がね発表したんです。まあそのニュースやったんですけどね。いや、嬉しいですね、ほんまに。でそのキムリアっていう薬が、まあどんな薬なのか、どういう治療法なのかっていうのを、まあ、書いてある記事があったんでね、ちょっと読みますね。ですね、ちょっと携帯失礼しますね。読みます。キムリアは遺伝子治療技術を使う初めての製品で、体内の異物を認識して攻撃する T 細胞を患者から取り出し、がんを攻撃する遺伝子を加えて戻す。一度の点滴で済む。公的医療保険の適用対象とする。保険が使えるんですって。公定価格を3,349,3,407円にすることを決めた。22日から保険が適用される。めっちゃ高いやん。めっちゃ高ないですか、3,349,000するんですってあ、でも大丈夫そうですよね。超高額薬でも患者の負担は抑えられそうです。公的医療保険は患者の窓口負担が現役世代で3割負担です。まあよく聞く3割負担のことですね。3割負担3割負担言うじゃないですか。多分あのことだと思います。これに加え、医療費の負担が重くなりすぎないように、1ヶ月あたり自己負担の上限を定めた高額療養費制度がある。うん、あります、あります。僕もお世話になってます。例えば年収が約500万円の人がキムリアを使った場合、40万円程度の負担で済む。まあ、これは嬉しいですね。その3000万も払われへんすからね。まあ、払える人は払えるんでしょうけどね。僕はちょっと払われへんかな。うん、まあ、払えるようにね、仕事復帰せなダメなんですけどもね。治療対象は白血病の患者で、抗がん剤が効かなかった人などに限定する。あっていう感じですね。まあ、白血病にもね、いろんな種類があるんですが、どの白血病の場合でもね、あの抗がん剤効かなかった人にもう使えるんですかね、ちょっと分かんない。そこはまあちょっとね、詳しく書いてないんで分かんないですけどもね。まあ、今後の発展にね、期待していきたいですね。まあそんな感じで書いてますわ。うん、いやー、早くね。まあでもこれでね、本当に人が助かるんやったら、ね、命が救えるんやったら、ぜひこれを使う、ね、皆さん使ってほしいですね。僕はどうなんですかね、その骨髄移植した人でも、まだちょっと、白血病細胞が残ってるんやったら、ね、もし僕が対象やったら使いたいなって思ってるんですけども、ね、でもまあ負担額が負担額、まあね、0円ではないんで、
ね、少なからずは払わなあかん額があるっていうのは、まあ、負担になるけど、まあ、3000万払うよりは全然マシかなっては思ってます。まあね、いろんな人がこれで命を救うことができるんで、ね、今後の発展に期待したいと思います。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。